横井湘南。横井湘南は、日本の武士、熊本藩士、儒学者。横井寺あり、横井時、広、時ありとも呼ばれる。熊本藩において、藩政改革を試みるが、反対派による攻撃により失敗。その後、福井藩の松平春学に招かれ、政治顧問となり、学生改革や、工部合体の推進などにおいて活躍する。 明治維新後に新政府に参与として出資するが暗殺された。本生は平氏で北条時行の子孫を称していた。意味名は時あり、時広、時ありであり、正式な名乗りは平氏あり、平の時広、時あり。通称は平四郎で、北条平四郎氏あり、北条四郎平氏ありとも言う。長男は彼が使った 郷の一つで、楠木の幸、湘南港にあやかってつけたものとされる。他の方に賢妻、伊さい、沼山い、長山がある。字は小見沢。文化六年、1809年8月13日、ひご国、現在の熊本県熊本城下の内坪井町に、下六百五十国の熊本藩士、横井と直の次男として生まれる。文化十三年、 1816年、8歳で、犯校、自習官に入校。天保4年、1833年に寮生となった後、天保7年、1836年の行動世話役を経て、天保8年、1837年に、自習官に、寮長、塾長となる。下津久馬、久成とと共に医療新制度を権利。 採用される者の,の実施過程において頓挫する。この時、過労の長岡ただし姿の後ろ盾を得る。天保十年、1839年、判明により、江戸に留学、林、堺の文化生となり、佐藤一世、松崎孝道らに会う。また、江戸滞在中に、幕臣の川地敏明や水戸藩士の藤田東子など、全国の優位の死と信仰を結ぶ。しかし、 同年十二月二十五日に藤田東子が開いた忘年会に参加した帰り、さらに酒を飲み重ねた後、半外の者と喧嘩になったことが咎められ、翌天保十一年、千八百四十年二月九日、藩のエドルス巨約から帰国の命令を下され、帰国後には七十日間の筆則に処された。この間、湘南は朱子学の研究に没頭する。翌天保十二年、 1841年頃より、長岡正弘、下津久馬、元田長座ネ、萩正久にらと研究会を開く。これが、実学党となり、筆頭画廊の松井明之を登目とする、学校党と対立することとなるが、反省の混乱を避けるため長岡が、過労職を辞職し、研究会を取りやめる。また、事務作を起草する。天保14年。 1843年、自宅の一室で死塾、後降下4年、1847年に、湘南堂王と命名を開く。湘南の第一の門弟は、徳富和隆であり、和隆は、徳富祖宝と六家の父親である。第二の門弟は、矢島玄介であり、後に、海津志望、長野深志平、河瀬助次、安場安和、 竹崎律次郎など多くの門邸を輩出する。加英2年、1849年、福井藩市、三次三作が湘南道に学び、これにより、湘南の名が福井藩に伝わり、後に福井藩に出資するきっかけとなる。さらに、加英5年、1852年には、福井藩の求めに応じて、学校問答書を、翌加英6年、1853年には、 文部一都の説を書いて送り、これにより後に、福井藩より招兵を受けることとなる。同年10月、ロシア軍艦に乗ろうとして、長崎に向かっていた、吉田松陰が、湘南道に立ち寄り、湘南と3日間話し合った。安政元年、1854年7月、兄、自民が48歳で病死した。兄の長男、佐平太はまだ10歳と幼少だったため、湘南が、 兄の末期用紙として、家督を継いだ。この頃、考え方の対立により、長岡と絶好することとなった。安政2年、1855年5月、農村の沼山津、現、熊本市東区沼山津に転居し、自宅を、四事件、四事件と名付け、自身のごを持ち名にちなんで、沼山、昇山とする。坂本龍馬、井上岳氏、百合木美ま 元田長鮭など、明治新の立役者や後の明治新政府の中枢の多くが後に、ここを訪問している。安政四年、1857年3月、福井藩主、松平春学の使者として、村田志子と武器が湘南の元を訪れ、福井に招聘される。湘南がそれを内諾したため、春学は8月に、熊本藩主、細川仁志守に書状を送り、 湘男の福井行きを願い出た。蔡守は、実学等による反行の学風批判などから一旦、それを断るが、春学らが幾度にも渡り要請した後に、ようやく承諾された。湘男は、翌安政五年、1858年3月に、福井に赴き、品主として五十人口の待遇を与えられ、犯行名道館で講義を行うなどした。同年12月、弟の死去により、 熊本に帰京。翌安政六年、1859年に再度、福井藩から招きを受けて、福井に滞在。同年十二月、実母が既得との知らせが来たため熊本に帰京。万永元年、1860年2月、福井藩による三回目の招きにより、福井に再び赴く。この頃、福井藩内では、保守、進歩の両派が対立していたため、 これを見た湘男は、国勢三論を表し、挙判一致を呼びかけた。文久元年、1861年4月、江戸に赴き、春学と初対面する。この江戸滞在中、勝海舟や大久保忠宏と交流を持った。同年10月、7人の福井の書生を連れ、熊本、沼山津へ帰る。しかし11月26日に修行に出かけた際、 藩主専用の高刈りの場所となっていた沼山津の小宅地において残った玉を打ち放したことを咎められ禁親処分となった法事藩禁事件。文久2年1862年6月福井藩から4回目の招きを受けて熊本を立つ。7月に江戸の越前松平家別邸を訪れ江戸幕府の政治総裁職となった春学の助言者として 学政改革に関わり、幕府への憲白書として、国税七条を寄贈した。8月、大目付、岡部長常に招かれ、国税七条の内容について説明を行い、一橋徳川屋邸では、徳川義信に対面して学政について意見を述べた。この頃、坂本龍馬、岡本健三郎と福井判定であった。同年12月19日、 熊本藩エドルス巨役の吉田平之助の別邸を訪れ、熊本藩士の都築志郎、谷内蔵長と主演をした。谷が帰った後、三人の資格、熊本藩足軽、黒瀬一郎女、安田木助、筒見松左衛門の襲撃を受けた。不意のことであったため昭南は床の間に置いた大将を手に取れなかった。そのため、身をかわして、宿舎の時は橋の福井藩邸まで戻り、 予備の代償をもって、吉田の別邸まで戻ったが、すでに資格の姿はなく、吉田、続きともに負傷していた、吉田は後に死亡した。この事件後、文久三年、1863年8月まで、福井に滞在する。熊本藩では、事件の際の敵に立ち向かわずに友を残し、一人脱出したという、湘南の行動が、武士にあるまじき振る舞い。 指導忘却であるとして非難され、湘南の処分が沙汰された。福井藩は国家のために尽くしている湘南が襲われたのは、単に武士道を書いた者と同一するべきではなく、刀を取りに戻ったのは当然であると湘南を擁護した。同年12月16日、寛大な処置として、切腹は免れた者の,の湘南に対し治療を、150国飯植え、 史跡さっぱなしの処分が下され、昌男は浪人となった。源氏元年、1864年2月に龍馬は、勝海舟の使いで、熊本の湘南を訪ねている。昌男は、国税7条を説いた。この階段には、徳富和隆も同席している。この際、昌男は、兄の意志で、自身の甥いにあたる佐兵家と太平を、神戸海軍総連署に入所できるよう、 龍馬を通じて、海州に依頼した。その後、慶応元年、1865年5月にも、龍馬が湘南を訪ねてきている、第二次長州政党の話題となった時、湘南が、長州藩に非があるため政党は政党だと主張し、龍馬と口論になったという、これ以後、湘南と龍馬は、会うことがなかった。慶応2年、1866年、おいのさ平太、太平が、 アメリカ留学する際に、送別の号を送った。慶応3年、1867年12月18日、長岡森吉と湘南に、朝廷から新政府に登用したいので上京するように、通知する書状が、京都の熊本藩邸に送られる。藩内では、湘南の登用に異論が多く、軽く召し上げ、史跡剥奪の状態であることもあって、 湘南は病気なので辞退したいと朝廷に申し出ており、湘南の門人の登用についても断った。慶応四年、1868年3月5日、参与となった長岡森義が、その辞退を申し出る省副総裁の岩倉智美に提出したが、岩倉は湘南のことを高く評価していたため、心配には及ばないと内示し、3月8日に改めて、湘南に、 状況の命令が出された。熊本藩としてもこれでは、湘南の状況を認めるしかないと決定し、3月20日に、湘南及び続き目標へ、続き志郎の史跡を回復し、3月22日に状況を命じた。4月11日、大阪に到着。4月22日に、長子参与に任じられ、うる4月4日に、京都に入り、 うるう4月21日に参与に任じられる。翌22日には14下の以下を与えられた。しかし激務から体調を崩し、5月下旬には高熱により重篤な状態となった。7月に危険な状態を脱し,し、9月に再び出勤できるまでに回復した。明治2年、1869年1月5日、午後、三大の木と京都寺町通り。 丸田町下がる東側、現在の京都市中京区で、十津川郷氏ら6人組、上田達夫、中井戸ネビ、津田城左衛門、真岡力夫、柳田忠三、鹿島又行城の襲撃を受けた。上田が湘南の乗った籠に向かって発砲し、6人が切り込んできた。護衛役などが応戦し、湘南も担当一本で攻撃を防ごうとするが、暗殺された。 去年61、湘南の首は、カシマによって切断され、持ち去られたが、現場に駆けつけた若党が追跡し、奪い取った。殺害の理由は、横井が開国を進めて、日本をキリスト教化しようとしているといった事実無根なものであったと言われている。湘南は、実際には、キリスト教が国内に入れば、仏教との間で争いが起こり、乱が生じることを懸念していた。 しかも壇上代の子が重労ら新政府の開国政策に不満を持つ保守派が裁判において横井が書いたとする天と革命書という偽書を作成して横井が密かに高天覆を企てたとする容疑で告発するなど大混乱に陥った。右予曲折の末、実行犯であった四名、上田、津下、真岡、鹿島が明治三年1870年10月10日に 処刑されることとなった。なお、実行犯の残り二人のうち柳田は、襲撃時の負傷により、明治2年、1869年1月12日に死去し、中井は逃走し、消息不明となっている。その他、実行犯の協力者として三人が流刑、四人が禁庫刑に処されている。鎖国体制、爆犯体制を批判し、 それに代わり得る新しい国家と社会の構想を公共と公益の立場から模索した。湘南は公共性、公共権を実現するために公衆討論、法有工学といった身分改造を超えた討議を政治運営の最も重要な栄意として重視した。また、公益を重視する立場から外国との通商貿易を進め産業の振興をも 公益として捉えて国内における自律的な経済発展の方策を兼議し、そのために幕府、藩を超えた統一国家の必要性を説得。体系的に、湘南の国家論が提示された文書として、蔓、ま、延元年1860年に福井藩の反省改革のために執筆された国勢三論がある。その他、学問と政治の結びつきを論じた、嘉永五年。 1852年執筆の学校問答書、マシューペリーやエフィムプチャーチンへの対応についての意見書であるか A6 年、1853年、執筆のエビストリコ応接大尉、源氏元年、1864年の井上武氏との対話の記録、沼山対話、慶応元年、1865年の元田、長ザとの対話の記録、沼山緩和などがある。共和制。 大統領制を今日春の夜、全上投票したことでも知られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。